悪魔の証明という言葉を知らない日本のマスコミ。動画をご覧いただきましてありがとうございます。沈丁花でございます。ですね、この動画というのはですね、日韓関係のことについてお話をしているわけです。本来で言うとですね、来週4月の15日に行われる韓国のですね、総選挙のことについてお話をしたいなというふうに思っているんですが、まあ簡単にちょっとお話しておきますと、新型コロナウイルスのことでですね、だいぶ図式が変わってしまいましたと。ムン・ジェインさんはですね、支持率が下がってたんですけど、今回、その新型コロナの対応をですね、韓国国内はですね、まあ、比較的評価していて、支持率が上がってるんですね。でそれで、共に民主党側はですね、勝つんではないのかなと、過半数をもしかしたら取るかもしれないというような状況になっています。選挙ですから当然のことながら分かりませんが、ムン・ジェイン大統領の側が勝つと。ところでですね、先ほど言いましたように、ムン・ジェイン大統領が支持されている理由というのはですね、この新型コロナのことですね、新型コロナの対策というのが国際的に評価されているよということが、まあ、少なくとも韓国国内では喧伝されているわけですね。それで、まあ、韓国国民の支持が集まっていると。で、まあ、そういうことをですね、一生懸命言っているのは、実は日本のマスコミなんかもそうなんですね。前回取り上げましたモーニングショーなんかにおいても、まあ、PCR 検査をたくさんやれと、検査をもっともっとたくさんやるんだと、そうしなきゃ分かんねえだろうってことを言ってるわけです。ちなみにですね、私、沈丁花は韓国と日本を比較しているのはですね、別に韓国を今回のことについて批判するために言ってるんではないんですよ。韓国もうまくやってると思います。世界中の国々の中で、まあ、1万人を超える死者が出ているところがたくさんあるにもかかわらず、韓国はですね、死者数は200人ぐらいですね。こういう状態を考えるとですね、日本も韓国もですね、国際的にはまあまあ評価されて然るべきだなというふうに思ってるんですが、なぜかですね、韓国は韓国国内で評価されていて、日本の安倍政権の対応っていうのはですね、日本国内ではあんまり評価されてないんですね。で、これはですね、やっぱり報道の仕方が悪いんだろうなというふうに私は思うわけですよ。まあ、安倍政権というのは、ずいぶん長く、まあ、政権を維持しています。であるがゆえにですね、まあ、要は安倍おろしっていうのをですね、やりたい人がたくさんいるんですね。安倍はダメだ、安倍だ、ダメだっていうことをずいぶんやってる人たちがいて、まあ、機を捕らえてやろうとしてるんですけども、で、今回のこともですね、こういうようなことが起きたときに、安倍おろしの方を、まあ、優先してるのかなというふうに思ってしまうわけなんですね。この一連の動画で何度かお話したようにですね、私は安倍政権の新型コロナ、新型肺炎に対する対応については評価しています。その理由は、人々の命を救っている、日本国民の生命を守っているということが大きな理由です。つまり死者数が少ないということですね。先ほどちょっと触れましたけど、韓国はですね、211人、本日付でですね、4月の11日で、211人と。4月の11日で211人という死者ですけど、日本の場合は94人です。韓国は初期の頃に死者数が多かったんだろうっていうかもしれないんですけども、ここ10日間、4月に入ってからですね、4月の1日からの10日間で見てみると、日本は37人の方がお亡くなりになってますけど、韓国は46人の方がお亡くなりになっています。つまりこの10日間だけ見ても韓国の方が死者数が多いんですね。で、こういうことから考えてみても、日本側の対応というのは随分こう評価されて然るべき。何度も言いますけど、私は韓国を、この件に関しては批判してませんよ。日本のやり方と韓国のやり方は違っていいわけですから、韓国のやり方でいいところもあれば、日本のやり方でいいところもある。私は日本の場合のように、重症者を重点指定的に行うっていうやり方は、随分理にかなってると思います。だから結果が出てるわけですからね。ただですね、日本国内においてはですね、安倍政権はあまり評価されていないと。それは先ほど言いましたように、安倍政権おろしをしたい人がたくさんいるんだろうなと。で、だからですね、一生懸命こういうことを機会を捕らえて、うまくいってね、うまくいってねってことを言うんだろうけども、この死者数がですね、少ないということをですね、彼らはですね、非常に困ってるわけなんですね。困ってるってのはどういうことかというと、死者数が少ないんだからいいじゃないかと、ね、効果上がってんじゃないかって言われたときに、それに対してですね、まあ、いわゆるその反論できないわけですよ。だから彼らがやることはどういうことなのかというと、この死者数っていうのはおかしいなっていうことを言うことなんですね。このデータはおかしいんじゃないのかと。朝のですね、番組でですね、モーニングショーという番組がありまして、その中でですね、玉川徹さんという方、この動画で何度か取り上げている方ですけども、これはですね、新型肺炎の死者と、まあ、肺炎の死者っていうのが混同されている可能性があるというようなことを言っています。つまりですね、本来はもっと死者数が多いのに、肺炎の死者がだいたい1日にまあ300とか400とかいるんですけど、その中で新型肺炎の死者であるにもかかわらず、肺炎の死者として処理されているケースがあるんではないのかというふうに彼は言ってるわけですね。
自分にとって都合の悪いデータが出てきたときに、それを打ち消すときにですね、根拠を挙げて、これが違いますよって言うんだったら、それはいいわけですよ。こういうような理由があって、このデータというのは信用できませんねって言うんだったら、これはもう建設的な話なんですけど、そうじゃなくてですね、根拠も挙げないで、このデータは信用なりませんっていうのは、これは陰謀論ですね。陰謀論というのは、まあ以前もちょっとお話しましたけど、陰謀論は願望論と私は言ってます。つまり自分の願望を投影したものなんですね。つまり安倍政権を批判したい人たちっていうのは、安倍政権はダメじゃなきゃいけないわけです。で、ダメじゃなきゃいけないんだけど、国際的に比較してダメじゃない。しかも死者数が少ないと。で、これはいいことじゃないかと。で、そうするときにこのデータというのは信用なりませんよっていうことを根拠もなく言うんですね。これはもう完全な陰謀論だし、もっと言うとデマです。で、こういうようなことを言うべきではないわけですよ。特にこういうような人々がパニックになっている時にね。で、そういうようなことをですね、テレビ番組なんかでですね、吹聴するっていうことはですね、これはあってはならないことだと思うんですね。まあ、悪魔の証明という言葉がありますけれども、悪魔の証明というのはですね、お前は悪魔であるという証明というのはできないという、まあそういうお話ですね。何々じゃないっていうことはできないんですね。例えば私は人を殺したことはないんですよ。じゃあ私は人を殺してませんということを私自身が立証することはできないんです。これは当たり前ですよね。だけど私のことを、調べる方がもしいらしてですね、そういうような、その犯罪記録かなんかから見てですね、私が人を殺したということを合理的に立証することはできるわけです。もしそういうことが事実があればですね。だけど私がそういうことをやってないという立証はできないんですよ。だからもしですね、日本のその死者数っていうのがですね、非常に少なく出てるけど、これは実は改ざんされたものであって、新型肺炎の死者というのが通常の肺炎の死者の中に紛れ込んでるんだよということが事実であるんだったら、その事実であるということをですね、その主張する人たちが立証しなきゃいけない。少なくとも合理的に、ああ、そうだねって思うような立証の仕方をしなきゃいけないわけですよ。そうじゃないにもかかわらず、こんなことを言うなっていうのは、これはこういう番組というのはデマゴギーだと言わざるを得ないわけですよ。私たちはデマを吹聴するメディアというのは許してはいけないんだと思う。もしこれがデマじゃないと言うなら、そういうことを言ってる人たち、医療関係者を取材してですね、そういう医療関係者の方々の中で、その怪しいような死者数がたくさんあるぜと。例えば昨日1日で5人死んでるけど、うちの病院だけで新型コロナで3人死んでんだと。だけどなんで5人なんだ、おかしいじゃねえかっていうようなですね、証言がたくさんあればですね、それは軽重に値しますけど、そんなことは全然ないわけです。新型コロナだと思われてですね、実は肺炎で処理されているケースはあるかもしれないけど、それがそんなにたくさんあるのかと。日本の死者というのは先ほど言ったように94人、韓国は211人、ね、韓国は日本の2.5分の1、人口比で言うんだったら、日本は500人以上死んでなきゃおかしい、つまり400人以上ごまかされているのかと、ね。ちなみに400人ごまかされたとしても、日本は韓国とどっこいどっこいなんだから、つまり韓国並みに評価されて叱るべきなわけですよ。少なくとも新型コロナに関する安倍政権の対応というのはそれなりにしっかりしています。世界的に誇るべき成果です。韓国もそれなりにやってますけど、日本ほどではないです。それは死者数を見れば分かります。そして韓国のやり方も私は否定はしませんけれども、日本のように重症者に対して医療リソースを集中して使うというやり方も、私は一つのやり方として十分称賛に値すると思います。そして自分にとって都合の悪いデータをけなすんではなく、事実をありのままに見てですね、報道する、そういうことをですね、ぜひ報道機関の方にはですね、やっていただきたいなというふうに思います。そうじゃないんだったら報道機関じゃなくて単なる扇動機関ですよと言わざるを得ないなというふうに思います。動画を聞いていただきましてありがとうございます。またですね、下の方にブログ、ツイッター、ラインアウトつけてあります。登録していただいたらありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。